フロントローは濱田虎之介と東修太 AD グループの顔合わせです。スタートは切られました。スタートさあ遅れてしまったのはターナンバー18番の中瀬子みなみです。8番手からスタートの中瀬子が遅れてしまいました。さあ2コーナーから3コーナーです。さあそしてあと持ってしまったカードもありますね。最終コーナー立ち上がりのところでスタートできずに止まってしまったマシーンはカーナンバー14番です。カーナンバー14番新原幸太郎です。今回の新原はなんだかついてません。サイクラの時にもエンジンの不調があったし、さあどうでしょうか。トップはと言いますと濱田虎之介がトップキープ、2番手に森山統制が上がっています。森山統制の後ろではサイドバイサイドバトルが起きている。さあどうだ。ここで3番手前に出てきたのはカーナンバー43番の渡部樹、その後ろにカーナンバー45番東修太というオーダーになりました。オープニングラップトップ6までが一段となりました。清水と鶴田までが一段です。さあトップ6はタコツボへと差し掛かっています。少し離れまして7番手以降が第2集団として長い列になっています。7番手はカーナンバー41番のホーイーさん。さあ8番手にはバックストレートエンドのところで入れ替わってきました。トップは浜田、2番手に森山、ホームストレートどうなっていくでしょうか。1コーナーから2コーナー森山クロスを取る。森山統制2コーナーで前に出ていきました。トップに浮上5番手からスタートしました森山、浜田虎之介を抑えます。3番手渡部、4番手にはこのヒート結構調子良さそうです。立ち上がりがいい清水博信。さあその清水の後ろには東とそして牧野世羅が控えているといった感じです。違う、ごめん、鶴田哲平が控えているといった感じです。さあ3番手、4番手、5番手、6番手の三つどもえが最終セクションから立ち上がってまいりました。トップ森山の後ろから濱田虎之介近づいていきますが前には出られない。3番手は単独になりました渡部樹。4番手さあここからがどうでしょう。三つどもえと三つどもえそれぞれ3対3対のバトル。さあタコツボのところではこの7番手争いの三つどもえが今入れ替わっていきまして後ろの集団も近づいてきました。サイドバイサイド、うわー3ワイドだ。カーナンバー17番の斉藤凛は前の様子を見てすっと引きましたね。17番手からスタートした斉藤凛、しかし S 字の2個目でよく見てた、前の方に出てきます。4番手争い、4番手争いで面白いんですがその後ろ7番手争い斉藤凛が上がってきました。一気に7番手に浮上。その後ろには新宇人、荒木優馬、変山龍馬ら大変な人数が続いています。トップは森山統制に変わります。濱田虎之介とシーソーバトル、3番手渡部樹はそこに加わっていくことはできるんでしょうか。その後ろ鶴田、東、清水の3台、そして先ほどから大バトルが繰り広げられています。一触即発、斉藤凛を先頭としたこの集団、後ろには新宇人がピタッとついている。少し離れましてこの集団前と後ろに離れましたね。9番手争いはカーナンバー24番を先頭にしています変山龍馬です。変山の後ろ荒木、黒川、ホーイーさんは少しドロップをしてしまいまして苦しそうです。そしてなんとか返していこうと荒木優馬も入っていったが、これで逆にカーナンバー41番のホーイーさんが接触をしてスローダウンとなってしまいました。さあそしてトップ2はバックストレートエンド、森山統制、そして濱田虎之介、まだ予選ではありますがバトルかなり激しく展開をしています。残り周回数は2周。
さあこのトップ争いにもそろそろ決着がつくと思われますので、ここからはトップを追っていきましょう。2コーナーから3コーナー、現在は森山が先行しています。浜田しかし6コーナーでインサイド飛び込んできます。渡部樹がじわっとそれを見て間合いを詰めてきます。森山少し苦しくなったか、タコツボのところかなりタイトに3台が立ち上がってきます。前が競り合ってくれれば俺たちも行くぞという感じで鶴田東、さらに清水の3台がついていく。トップの浜田虎之助は少しだけ後ろを意識したかなというようなラインですが、ホームストレート残り周回数は1周です。これがファイナルラップ。さあどういく森山当選、これでよしとするか、浜田には欠かせないとするか。どうだ、6コーナーに向かっていった、滑り込んでいきます。後ろついていった渡部一樹、レイドブレーキング。渡部立ち上がりはアウトサイドから浜田虎之助が踏ん張る。タコツボ森山当選、インナー守る。浜田もついていく、立ち上がり重視で渡部、後ろからやってくるのは鶴田哲平。6台がワンパックになってバックストレートインド、トップ2がインナー守った。3番手の渡部はラインを変えたけれども S 字の2個目では飛び込めない。最終コーナーから立ち上がってきます。トップ2にはちょっと届きませんでした。トップ森山、2番手浜田、3番手には渡部、4番手鶴田、5番手に東、6番手に清水です。少し離れまして7番手争いは斉藤凛です。斉藤よく追い上げましたね。スターティンググリッド17番手から10台抜き、8番手には新宇人、9番手変山、10番手黒川、11番手服部、12番手三瓶でした。